何度も避難を呼びかける声。これは昨日夕方、長野県にある北アルプスの穂高岳で撮影された映像です。画面奥では山肌から白い土煙が上がっているのが分かります。落石です。落石は数箇所で発生。これらは昨日午後5時18分ごろ、岐阜県飛騨地方を震源とする最大震度4の地震の直後に起きました。動画を撮影した男性は、いきなりグラグラグラって揺れて、なんだなんだってなってたら、すごい音がしだしたんで、こう見たら雪崩が起きてた。悲鳴、わーキャーみたいな、もっとすごいのは来るんじゃないかっていうような不安とかですね。高山市などではこれまでに震度1以上の地震を14回観測しています。また地震の影響とみられる落石は同じく北アルプスの槍ヶ岳でも。警察によりますと、昨日午後5時半ごろ、槍ヶ岳に登っていた愛知県の男性から、テント泊をしていたが落石で行動できないと警察に通報がありました。北釜尾根付近で他にも救助要請があり、一時男女7人が身動きが取れなくなる事態となりましたが、今朝ヘリコプターで4人が救助され、3人はその場から自力で移動。そのうち東京都の男性が軽傷とみられていますが、全員の無事が確認されています。